ありがとうございました。野寺さんは本当に今この北海道の問題を彼一人が発信して、これだけの人はみんな関心を集めている。今いろんな保守団体の会員に行きますと、北海道の土地、北海道の土地という話が出ます。でも肝心のところに届いてないんですね、国会議員のところに。で、国会議員も手がつけようもないみたいな形になっちゃって、非常にこの問題はむしろ国民の方が一歩二歩先行しています。まあ小野さんのおかげだと思うんですが、昨日ですね、たまたまチャンネルアジアで2人で対談して、この話をエッセンスだけやらせていただきましたので、またこの会場に来られてない方、お友達にチャンネルアジア の放送も見てくださいというふうに伝えていただければと思いますが、今から若干の質問タイムを取りたいと思います。実は懇親会まだ相手がおりますので、今からそうですね、5時半までちょっと、5時5分だけ休憩取りますので、トイレ休憩取って、でもし懇親会行きたいという人はそこにサインをしてもらうということで、ちょっと、15時35分まで休憩したいと思います。はい、あとですね、これちょっと部数がどれくらいだろう、30か40しかないんですけれども、国連で配ったですね、英文の皆さんに、日本語を出した文章、これは委員会メンバーに配ったもので、あと中にですね、僕が国連で喋ったですね、スピーチの簡単な要約英語で入ってますが、これ30部そこに置いてきますので、もし興味のある方はですね、これをそこに置いてあるので持って帰っていただければと思います。はい、今超限戦の話が出ましたけども、一番超限戦で頻発にやられているのはハニートラップですよね。で、中国に行った商社の人だとか、あるいは政治家の人だとか、ほとんどそれでやられてますよね。だから騒ぎ立てるなっていうのが、上の方の状況で、騒ぎ立てれば証拠の写真、ベッドの写真を見せるぞとかね、そういう状況も全部握られてやられてるということなんですよ。だから上に行けば行くほどターゲットとしてやられてるんですよね。で、小野寺さんも私は色男だし危ないと思うんでちょっと心配をしてるんですけど、まあ私のような70を超えたですね、じいさんが頑張らないとダメですと私は思うんですけど、じゃあ小野寺さんもう一回再度すいません。ありがとうございます。多分大丈夫です。それではこれから質問タイム、約そうですね、20分間ぐらい質問の時間にしておきたいと思いますけど、はい、じゃあ持っていって、はい、小野寺先生、今日は刺激的なお話をどうもありがとうございました。私も、名前小野寺と申します。そうそうですね、日本条例が残念ながら通ってしまったので今から参りました。はい、質問させてください。はい、アイヌの認定の基準とか認定を下す人が私おかしいと思うんですね。はい、アイヌの人数が減ればといって増えることはないと思うんですよ。もう喋れる人もいないですし、で、私ちょっとこの関連の本を以前読んだんですけども、認定をする長長老みたいな方がいて、それで一番今アイヌの血を引いているっていうのは最高でも8分の1の血の人しかもういないっていう話なんですよね。で、その人が認定をもらいに行ったらお前なんか認定しないって言われて、で、逆に今度普通の何年もない在日の方とか、そういう方が行くと気持ち一つで認定してやるって、そうすると認定をもらうと大学の費用が出してもらえるとか、自動車運転免許の30万円とかが出るとか、あと結婚するとそのフィリピン人と結婚してもその相手のことも認定してアイヌになってしまう。だからどんどん数が増えていって減ることがないんですね。こんないい加減な認定をやらせられているその長老とその認定基準、これをなんとか変えることはできないんでしょうか。非常にいい質問だというふうに思います。僕、道議会議員の時にこの追及をしました。
実はですね、北海道の片田舎にラオスというのがあるんですが、そのラオスのアイヌ協会の会員数がですね、ずっと2人から4人で推移していたところなんですが、ある年にですね、170人になってですね、その次の年に240人になりました。で、僕が追記をして、これおかしいんじゃないのかと。4人がどうして170人になって240人になるんだというふうに追求したときに、ラウス支部の方は、いや、今まで言わなかった方もいるんだけれども、まあ、その方たちよりも、まあ、家族会員を認めたからだ。ただ、4人の家族会員って170人いるわけないじゃないですか。で、結局嘘なんです。で、調べました。調べましたら、アイヌと縁もゆかりもない方がアイヌになってました。で、ここでですよ、アイヌ人じゃないんです。アイヌ民族なんですよ。なので DNA 鑑定もできないし、民族ですから、もし僕がですよ、アイヌ民族の女性の方と結婚して子供ができたと、その子供はアイヌ民族になりたいと、いや、そりゃそうですよね。で、今度父親がアイヌと関係なかったけど子供がアイヌ民族だっていうのは、もう自分だってアイヌ民族にいたいと言った時にはダメだと言えないと。つまりアイヌ人ではなくアイヌ民族なので、ネズミ算式に増えていきます。で、このネズミ算式に増えていく人たちに税金が措置をされるということです。例えばアイヌ民族に入るとですね、お墓参りに行くとお金がもらえます。アイヌはお墓の前で踊ります。イチャルパという踊りなんですけれども、これを踊るとアイヌの文化保護伝承活動にあたるので、一人だいたい1万円もらえますから、それである方のところで20人踊っていたと。申請をすると20万円出ますけれども、話を聞くと5人しかいなかったと。じゃあ15人分どこに消えたんだという話がたくさんありました。あとですよ、これは僕が追及をしてなくしたんですけれども、アイヌの方は大学に行くと月々10万円、まあ、年間110万円ちょっとぐらいもらいました。ただですね、50、60歳の人がまず大学に行ってるんですよ。しかも通信大学です。それで通信大学1ヶ月で辞めてました。なのに10年間以上年間100万以上もらい続けました。そういう事例が多々あって、調べるとアイヌ協会の役員でした。まあこれは今是正されてますけど、ただですね、アイヌになると住宅貸付金でお金をもらって家を建てても返さなくてもいいんですよ。免許を取るときにもお金をもらえます。運転免許、それは虐げられた人たちで今も生活水準が低いから助けてあげなければいけないでしょうということで、今は北海道限定でやってますが、先ほども言った菅さんあたりがですね、全国に今はアイヌが散らばったので全国展開しようと言ってます。だから皆さんのエリアに、あいつハイだったのかよみたいな人がアイヌでしたという顔をして、どんどんお金をもらい始めます。その証拠にですよ、今北海道にはですね、アイヌはだいたい1万6000人ぐらいいると言われています。そのうち2000人もいないアイヌ協会の方たちが動いているのですが、北海道でアイヌ協会2000人ですよ。今関東にいるアイヌ協会の代表は関東だけで7万5000人いるって言ってますから、ただそれがもっともっと増えますから。だってアイヌの基準ないんですもん。誰が認定するかですけれども、アイヌ協会の役員が認定します。もし僕がアイヌになりたいんですけどって言ったらですね、すぐ断られます。間違いなく入れてくれませんが、ただ入れてくれる方たちもいるんですよ。イギリス人もなってますし、韓国人の方もなってます、中国人の方もなってます。その韓国名で、アイヌの大学収穫資金をもらっている証拠も持っております。なのでアイヌ協会が、あ、こいつ仲間にしたいなっていう人は、いや、お前同じ民族だよなということでアイヌ民族になってしまうので、そういう状況が続いていると。なので実はアイヌ問題っていうのは、これからは北海道の問題だけじゃなくて全国的な問題になるんだと。その中で日本を分断するツールにもなるし、お金のなる木なので、皆さんの税金がどん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 そちらに消えていくと、そういう危惧もあると。しかもアイヌはデタラメで、誰がアイヌか分かんないけど勝手にアイヌになっていると。ただアイヌだって分かったらダメなので秘密にしていると。
とはっと振り向いたらこの人はアイヌじゃないんだけど、知らないうちにアイヌになっててお金もらってるってことも多々ありますので、これは注意してもらいたいと。だからおっしゃってる通りですね、しっかりと厳密に基準をつけなければいけないんですけれども、 DNA 鑑定もできないですし、あと個人情報もあると。で、実は昔はアイヌの人たちの戸籍っていうのに印がついてたやに聞いてるんですが、そういうものは全部破棄してないという話に世の中なっているので、差別をしてはいけないということで、なので、役所としてもこの人はアイヌかどうかで実は確かめる術がないんです。なのでアイヌ協会が一元化して、アイヌ協会がハンコをつけばアイヌ人になるというおかしな話になっているということです。はい、はい、大変貴重な話ありがとうございます。先日の国連の 人権理事会ですかね、で、まあ、演説されたと、はい、で、まあ、今日本全国の問題だということで、実は沖縄の方も中村さんの代理で、まあ、演説しております、はい、で、まあ、日本全体の問題なんですが、実はその人権理事会について一番異を唱えているのは誰かというと、アメリカのトランプ政権、はい、で6月に、ね、アメリカはもう人権理事会から脱退すると。でその最大の理由は人権理事会に中国が入っていて、それを背後で利用しているということで、今もうアメリカはもう脱退するということになったんですね。で、まあ、もちろん中からどんどん声を上げてこれはおかしいとか、そういったことを上げることは非常に重要なことなんですが、それと並行してですね、もっとその日本の外に味方を作るべきだと思うんですよ。であればまず今その中外人権理事会に最大の異を唱えているトランプ政権、これにうまく話をつけてですね、おそらく自民党の代議士さんでも何でもそこら辺に回路あると思うんですね。だからそれで今日本もこうなってるんだと。でこれはトランプ政権としてもそれはもうすぐ攻撃材料を使えると思うんですよ。だからそういうその民間、まあ他にもあるかもしれませんが、そういうその対外的に味方を作るような活動というのが、まあ、今後私は必要だと思うんですが、まだそういう活動が行われてないような気がしますが、であれじゃないですか、ブルーリボンの会なんかもよく拉致被害者なんかもよく安倍さん通じてトランプさんがやるじゃないですか。これとくっつけて運動していくっていう今方向性ってどっかで動いてないんですか。それについてもし分かれば教えてください。全く動いてません。これはっきり言います。全く動いてません。30年間ですよ、反日左翼の方たちが国連の人権委員会の場で日本はとんでもないことしたと、悪いことばっかりして、まあ、その制度例まで作って、で実際は在日の人たちをとんでもない虐げてというような一方的な話をずっとしていることに関して日本政府は何にも手を打ってません。で他の国をですね、私見てきましたけれども、他の国はなんてこの人権委員会って非常不条理なことを言うんだと、ちょっと言い過ぎじゃないのかとかいうことで審議を拒否したりですね、回答しなかったりですね、かなり見下げて人権委員会を見てるなという感じを持ちました。ただ日本はですね、まあ米付きバッタリにハーッと言ってですね、全部の質問に真摯に答えて、しかもその何かで立たないように、ああ確かにそういう悪いこともしちゃいましたねみたいなトーンでですね、ずっと下手に出るので、まあ人権委員会の委員のメンバーもそうですし、会場の雰囲気全体が反日左翼の言ってる方たちの主張はさも正しいかのようになって、そっちの方にずっと言ってるんです。だから私も今回思ったのは、反日左翼のですね、弁護士会ってあるじゃないですか、弁護士会の方たちも退去してきてですね、まあ、日本の悪口バン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 言ってました。で委員の一人が発言したのを聞いてちょっと驚いたんですけれども、私は東京に2回弁護士会の方たちに接待を受けたと、接待を受けていいのかな、委員がと思うんですけど、それで、ブラックの勉強もしたし、在日のこともいろいろ知ったと、まあ、日本は大変ひどいところだなというのも分かったと、どうにかこれを正したいんで、完全に洗脳されてるわけですよ。で、保守側はどうかと、今回初めてです、アイヌの、いや、そんなこと言ってるのは今まで全部嘘だと、実際は違うんだって言ったのは初めて30年ぶりに言ったんですが、これからは保守だとか、本当にその日本の国益を守るというサイドの人たちもずっと国連に出続けてですね、私たち大体、7人ですね、7人なんですけど、向こうは40人ぐらいだかな、なのでほとんどアウェイだったんですけれども、我々は同じぐらいそのずっとその国連に行って、まあ、本当は違うんだと、日本だってこういう歴史背景があってこうなっちゃった、だからこうなんだっていうのは正論もですね
吐くようにしなきゃいけないですし、日本としても政府としても国益を損なうような活動をしている人たちがいるんだとしたら、それをちゃんと抑えるような、まあ、反対の活動をすべきだなというのは今回強く思ってですね、それは国の方にも言わなきゃいけないというふうに思ってますし、実際政治家もこの問題にあんまりタッチしたがらないと、そのマイナスは多いし、やけどするかもしれないし、まあ、あいつはヘイトだのなんだのレイシストだの言われるっていうのは、僕は言われて全然平気なタイプなんですけど、ダメな政治家が多いので、なのでその政治家も携わりたくないので、まあ、国としても政治家の集まりが動かないということになってますが、これから本当にそう声を出さないといいようにやる。それで日本人って何か知らないけど国連に頭下げると、国連に言ってるのは最もだなと思うんですけど、国連なんかもうクソみたいな団体ですから、言ったらもう全然仕事してませんし、何ですかね、僕がこの意見言ってる時も委員でその話してくちゃくちゃしてたレストに出たり、その職員も全然働いてないし、ただ一等地ですごいふんずる返ってるみたいなイメージなんです。で、国連っていうのは日本の国連って言ってますけど、連合国ですからね、連合国つまり戦勝国の集まりなので、今も日本は国連の中にずっと約束で外すって言ってる敵国条項、敵国日本っていうのをまず外してない段階で、国連にとっての敵国は日本なので、まあ、お金いっぱい取るだけ取って文句言おうっていう組織だっていうことも分かってですね、国連にも毅然とした対応を取ってほしい。だって日本人ってユネスコが言った、ユニセフが言った、何が言った、だから、まあ、正義なんだろうと思ってるのも大間違いで、そう考えると国連にも毅然とした態度を取ると思って、国連という場においても日本の国益をしっかり守るような活動も保守もしなきゃいけないし、政府もしなきゃいけないっていう認識は持たなきゃいけないなっていうのを思いました。はい、はい、他にお願いします。中学から参ります、桜井と申します。ですね、先ほどアイヌの公園というのを写真見せていただいたんですけれども、はい、そこは単なる公園なんでしょうか、それともそこを本拠地としてその自治区をゆくゆくは作ろうとしているのでしょうか、その辺をお分かりになる範囲で結構なので教えていただけたらと思います。完全にお分かりになります。ですね、これですね、共生空間白老に政府のアイヌ政策会議事業費100億円超えというふうに書いてますよね。この共生空間っていうのが先ほど言った公園にあたります。で、この共生空間は海と川と山があって、実際にアイヌがそこで自給自足をして住んでいた環境をそのままアイヌの人たちに戻すというようなイメージで行われる場所で公園整備を行うので、これはともすると自治区になりかねないなというような危惧を持っていて、実際にアイヌの方たちの中にもここを自治区に戻したらいいんじゃないのかって話があると。で、実際にですね、いろいろ過去のアイヌの方たちの会議録ですとかいろいろ精査をしていく中で、北海道返せって言ってもなかなか返してもらえないよなと。ただ返してもらうんだとしたら私有地ではなくて国有地だとか同有地だとかは返してもらえる可能性がある。なのでまずはそういうところをターゲットにしようという話を会議でしっかりしてます。ということはここは国の公園ですよ。で、将来国連からアイヌに土地を返せ、自治権を与えなきゃいけないだろう、資源も返せという勧告をされていて、日本政府が参った時にはここ返すのが一番早いんですよ。で、もしここに自治区が与えられたらというふうに思いますけど、その皆さんの危惧の前に東下線は視察に入っているということです。なので非常に危険ではないかと思って、なんで何の建設もしていない場所に東下線が行ったのかというのは非常に不思議ですし、まあ、そういう危惧を持っているということです。はい、他にございますか。どうもありがとうございます。大田区から参りました。ですね、ちょっと私の周りの情報で、先ほど羅臼の、話もありましたけれども、アイヌの
その組織の方々はロシアの方々ととても親密な関係にあるというようなことを、それはビジネス的なこと、あるいは日本人にはこの漁場、漁場ですね、すっごくあそこの豊富な産地というか取れる漁場を確保しているロシアが本来は日本のとこかなと思うんですけれども、そこを日本人には渡さないけれども、アイヌの人にはそれを何か渡すようなというかね、そこを提供するような話が進んでいるというようなことを聞いたことあるんですが、それはどうなんでしょうか。実際にですね、ここからオフレコでお話をしますが、さっきのラウはい、実はですね、昨日私と野出さんと坂東忠信さんと移民とか難民の問題一生懸命やってられる、その方の、実は講演会に来てきたんですが、実は坂東忠信さんがですね、沖縄で講演会をやった時にですね、皆さん立ってくださいっつって、でお互いに隣の人と顔を合わせて自己紹介してくださいって言うんですよ。で結局沖縄はああいうところですから、左系の人が入り込んでるんですよね。で自己紹介してくださいって言ったら、下の人が大体潜り込んでる人なんですよね。ここでやろうとは思いませんけども、でも私は講演会は左の人大歓迎なんですよ。左の人はね、もうマスメディアとか教育とかいろんなところで完全にもう洗脳されてますから、こういう機会に来てもらわないとわからないんですよね。で国連でずっとね、30年間とか池田大作さんもずっと昔からやってる、今我々がやってるのは つい最近ですよ。こういうことをやりだしてるのはもう本当にね、最後は偉いと私は思いますね。星は情けないとはっきり思いますよ。星は勉強はするけどチラシ配るとかなんとかって、最後は一生懸命勉強しないけどチラシ配る一生懸命やるとかね、演説は一生懸命やるとかってありますけど、これはね、我々自身の問題として捉えていただきたい。ところがですね、左系のその集会に潜入した人がいます。今マイクを回って回ってる坂倉さんですけど、ちょっとその辺の質問をお願いします。こんにちは。一般社団法人の国民の知る天井の一部の大野協会の坂倉と申します。今ですね、放送の自由化のですね、署名活動をやっております。でですね、2016年に2年前ですねに都内で行われました上村、秀明、慶泉大学の慶泉女学院大学かなの、大学教授、今ちょっと先生のお話の方に出てまいりましたけども、そちらのですね講演会、確かですねタイムズ琉球館沖縄タイムズでしたっけ、とですね、それからそのコラボで、講演会をしていて、そのですね、講演会の中でですね、堂々とですね、沖縄とそれからですね、北海道を植民地支配から脱するようにするっていうのが彼らの活動目標だというふうにですね、活動提言として挙げられていました。でその中にですね、他にどういうのがあったかっていうと、ハワイ、それからですね、アメリカの国内のですね、ネイティブアメリカンの方ですね、彼らも日本のですね、その、アイヌとか、あるいはですね、琉球と同じように、独立運動していくっていうことをですね、活動方針としてですね、挙げていて、でですね、もうすでにですね、確かフィジーでしたっけね、太平洋のですね、中の国、フィジーじゃないや。ちょっと忘れてましたけど、選挙ですね、島のですね、アメリカの統治下にある島を、自治権をですね、自治の選挙をするっていうことで、確か投票がですね、昨年かなんかにあったと思いますけども、そういう形でですね、植民地支配をっていうことをですね、大きく訴えることによって、国連からの支持を受けて、で独立をさせていく。彼らがどういうことを言ってたかっていうとですね、オーランド諸島化というふうにですね、命令してたんですね。オーランド諸島っていうのはどういうところかっていうと、フィンランドのですね、土地の島国、島なんですけども、そこをですね、
自治権を与えて、そしてですね、そこにはですね、行政とかですね、財政、立法権限をですね、持たせて、そしてですね、フィンランド軍のですね、進駐も認めない。完全な、だから、空白地帯ですね。そういうものにする。日本の沖縄と北海道をしたいというふうなことをですね、活動提言の中に入れてました。それをですね、バックアップをしているというかですね、推進しているのが、ブラック解放同盟というところです。ブラック解放同盟のですね、団体であるですね、反差別国際運動、今だって言うんですか、今だんですか、実はそこのですね、教授ですらちゃんと発音できないんですけど、IMADR っていうんですね、今だ、反差別国際運動っていうんですが、そのブラック解放同盟と、それからですね、北朝鮮系のですね、組織がかなり関わっておりまして、でそれがですね、日本の国内と、それから、アメリカとかで、ヨーロッパで、そういうですね、植民地支配というのを盾にですね、されたということを盾に、その分離独立ということで、要するにだんだん分断をしていく、それから、軍事的な空白地を作るということをですね、活動の一環とするということを言ってました。それからもう一つですね、そこで同時に挙げていたのが何かというとですね、前は反戦平和というのをですね、すごく挙げてたんですけども、これからのですね、活動目標、その2年前ですね、掲げていたのが人権、反差別、まさに今マスコミとかでやってるやつですね、そちらのやつを推進していくということをですね、言っておりました。まさにですね、先生が今おっしゃった通りのお話でございました。それでですね、ちょっと先生にですね、この場を借りてちょっと、ご質問させていただきたいんですが、沖縄のですね、沖縄選出の国会議員で糸数恵子っていうのがいるんですよ。でそれがですね、国連に行ってですね、我々琉球民族は差別されているんだっていうことをですね、国会議員が言うんですね。沖縄選出の国会議員が。で北海道はどうなんでしょう。北海道からの人間はどうやら議員はいるんでしょうか。そういうのは北海道民がですね、北海道民族だから独立したいだとか騙されたとかいう人はいません。ただアイヌ民族の一部の方たちは独立をしたって言ったら、あ、そうなのかもしれないなと思うような方たちがいるということで、沖縄よりも非常に深刻だと。で北海道選出の国会議員はアイヌのことにはあまり触れられず、しかもアイヌっていうのは金のなる木なので、まあ、アイヌ民族を大切にしていこうと、アイヌの事業をどんどん持ってこようということで、どちらかというとアイヌ民族というものに対して、その推進する立場の人たちが 99.99% でございまして、ほとんどいません。なので、沖縄の、まあ、糸数さん、僕この前会いました。国連にのスピーチする場所にですね、なんか見たことあるなという2人が登場してですね、一人は男性で僕とぶつかりました。で、ポンってぶつかって、パッて顔見たら、向こうの顔がみるみる歪んでですね、有田芳生さんでした。有田芳生さん、僕の顔見てすんごい嫌な顔しましたけれども、それと糸数さんがいましたが、糸数さんがですね、まあ、実際にそういうことを言ってるというのも非常に遺憾だというふうに思いますし、まあ、国会議員でそういうことを言う人はいませんが、ただ国会議員はアイヌがそのおかしなことをしているということに対して何も言わないんだとしたら同罪かなと思います。ありがとうございました。今ですね、今のようなですね、こういう問題っていうのはテレビとかですね、本当は報道機関がですね、扱ってですね、国民に知らせていくべきだと思うんですね。ところが今テレビはですね、ご存じの通りですね、左翼系に完全に牛耳られていて、全てですね、新規参入もできないし、真実も知らされないという状態が続いています。今度のですね、安倍総理がですね、第三次政権でですね、憲法改正をですね、提起されるとおっしゃられましてね、表明されましたけども、そのですね、憲法のですね、改正には国民投票が必要なんですね。そのためには国民投票の中でですね、賛成多数にならないとですね、憲法改正もおそらく不可能になると思います。ですからそのためにはですね、その前にですね、放送法を改正してですね、放送のですね、自由化、
新規のですね、放送のですね、事業をですね、参入できるようにするっていうことがですね、ぜひ必要だと思うんですね。ぜひですね、そのですね、署名活動ですね、今やっとですね、2万人まで集まりましたけど、まだ100万まで全然ですね、数が足りません。ぜひですね、ご協力お願いしたいと思います。よろしくお願いします。実はこの問題、本当は政治家の皆さんに実は来ていただきたいんです。で、1年前は県政記念会館でやりまして、国会議員の方が来やすい場所でやったんですが、まあ、何人かの方が来られて、小野寺さんの、まあ、中川邦子先生、まあ、落選されましたけど、来ていただきまして、ゆう子さん、ごめんなさい、ね美人のゆう子さんが来ているわけですね。今、北海道 のチャンネルさくらでも、お二人がこの件についてね、話されたということですが、実はこの間、杉並区長選挙を立候補して、惜しくも、まあ、落選された吉田浩一郎さん、まあ、唯一、政治家の、まあ、元東海東海議員だったんですが、政治家の人が出てきておりました。皆様こんにちは。杉並の隣の長野君です。すみません。二代目なんで、はい。双子のような区ですが、長野区の、選挙。区長選をやらせていただいて、まあ、惜しくも残念だったんですが、もう区長にもし慣れていればまたその立場で今日は先生の話をお伺いして、また区政の参考にしようと思ってたんですが、別の立場で、参加させていただきます。私も、今、登壇をさせていただいた、国民の知る権利を守る自由報道協会の理事から、先生とご一緒にジュネーブに行った、中村悟という人が理事長をやっている日本沖縄政策研究フォーラム、この理事というものもやっておりまして、平成17年に都議会に初当選をしてから、私もかなり早くからですね、まあ、先生の勉強させていただきながら、沖縄や北海道や、私は東京の中野の生まれ育ちなんですが、日本の抱える問題ずっと取り組ませてきていただいて、私なりに当時からいろいろと問題提起をしています。で、沖縄の問題と、日本全体の在日朝鮮人、韓国人の問題と、それからアイヌの問題と全部重なるところがありまして、もともと普通に平和だった人たちのところに、まあ、ブラック解放同盟だとか、左翼だとか共産党だとか、あるいは、半島の人たち、そして大陸の人たち、こういう人たちが入り込んで問題を引き起こし悪化させ、日本の分断や日本をコントロール下に置こうと、こういう一連の総合的な行動の中のそれぞれの部分で問題が起き、どんどん悪化している。そこに利権を求める純粋な日本人も魂を売ってそれに参加をしている、こういう状況であります。で、この今日のアイヌの問題でも、ご質問をしたいんですけれども、問題が2段階に複雑になっている。一つは、もともとのアイヌの人たち、出ない人たちがアイヌとしてどんどん認められ、まあ、その、問題の悪化をどんどん、繰り広げていく問題。これはやはりですね、今回の、アマチュアボクシング連盟の問題も典型ですけれども、皆様の目の届かないところであるとか悪いことがどん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 何年も起き続けると。しかし問題が明らかになって国民の目にさらされると、とんでもなくやってきたことが、まあ、是正せざるを得ないことが、やはり日本には良識がありますので起きる。で、まあ、マスコミが今、国民の知る権利を守る、署名もお願いしていますが、マスコミや左翼の人たちが悪化させる方に一生懸命NHK からどこから朝日新聞からやっているので頼りにならない。ここに本日も勉強に来ていただいている皆様が聞くだけでなくて体を張って命をかけて必死に真実を伝えていく。近所付き合いがちょっと揉めてもですね、お近所でも外でもこれ叩かないといけない。地方議員もそういう人を突き上げないといけない。そして国会議員もそういう人を選ばなければいけない。まあ、こういう問題なんですけれども、まず誰がアイヌなのか、
誰がアイヌでないのか、ないのかということを一部の、まあ、全く非合理的な団体に任せる現状をもう国全体として国民全体として突き上げてふざけるなと、もう解体的に出直しをさせろと、そしてわけのわからない人たちであるのであれば、定義を厳正にして絶対に、ま、間違いなくアイヌであるという人以外にはお金を出さない、まずお金を止める、絞る、そして過去に行われた犯罪を徹底的に、究明する、再発防止に努める、これがまず、大事だと思うので、そのためには何をしたらいいのかまず一点目はお伺いしたいのと、もう一つは、外国勢力が、ま、北海道がもう、中国に買われている大変な状況であります。私はその17年に、都議会議員になってすぐに問題提起をさせていただいて、まあ、昔戦前は外国人土地法っていうのがあって、まあ、戦後 GHQ によってこれは私文化されたんですけれども、でこの外国人土地法だとかなり劇薬なので、私は、国境地域特別措置法案というのを提案を、しました。これは外国が日本の領土の、領有権を主張するか日本の主権を認めない、地域がある場合、その日本の主権を認めない地域については、その認めない国の国民のあるいは国家の、活動行動経済行為を規制する、こういう、法案であります。つまり、韓国が、対馬について、まあ、例えば国会が、対馬返還要求決議案というのを韓国の国会が正式に出しました。このような状況であるならば、対馬には韓国人の入島は認めない、あるいは不動産の取得も認めない、経済行為も認めない、あるいは沖縄についてもう中国政府はもう琉球処分は認めないと言っています。日本が正当に主権を取得した土地ではないと言い始めている。であるならば沖縄県については中国人の入域あるいは経済活動は認めない。そして北海道については今はまだ、中国政府は、自分の中華民族の一員だというふうには言っていませんが、必ず将来言ってくる。中国の民間というか中国に民間があるかどうか別にして、学会でもですね、まあ、アドバルーンのように、アイヌ要するに、北海道をアイヌの独立国にしてアイヌ人を中華民族の一員に加えてあげようと、まあ、こんな議論をすでに始めておりますし、沖縄の時と同じプロセスで、これが世界で認められるようになれば、公式に人民日報とか環球時報とかで国民に対してプロパガンダを始めて、最終的には政府が認めると、こういうやり方をあの国がちゃんと手続きを踏んで数十年単位に進めてくる国であります。ですので北海道について日本の主権が認められないと、こういうもうすでに兆しが出てるんですね。これはしっかりと中国の中の、言論、あるいは学会、あるいは政府の日本にはなかなか聞こえないようにしている、宣伝、こういうものを丹念に調べれば必ず出てくる。こういうことをしている場合には北海道について中国の、国、あるいは国民の経済行為、土地を買ったり商売をしたり、こういうことは認めない。これが、別にある国が嫌いだからではなくて、日本の主権を侵害するから侵害する地域については活動を制限しますというだけのことであります。ようやく日本政府がですね、ファーウェイ、それから、なんだっけ、もう一つ2社の通信機器について、まあ、日本の政府は使わない方針をアメリカ、イギリス、オーストラリアに追随して始めようと検討しているところでありますけれども、経済行為だ、こういう通信機器だけではなくて領土という一番大切なところについても、諸外国の日本を侵害する活動については制限をする、外国人と地方の限定版でありますけれども、こういうことを私はやっていくべきだと思いますが、ちょっと先生の経験ご見解をいただきたいと思います。まずですね、アイヌ政策のデタラメをどうストップさせるのかという話ですけれども、先ほどのアマチュアのボクシング協会の話がしましたが、アマチュアボクシング協会 の、まあ、あの代表の方はキャラクターも良くてですね、非常に叩かれまくったと。で、実際には
まあ、落ちた川に落ちた犬に石を投げる人もいっぱいいるので、まあ、いうことになったんですけれども、ことアイヌに関してですよ、私も相当おかしなことをですね、実例を出して、結局アイヌ協会が返還命令でお金を返さなきゃいけない事例だとか、ある人がお金をピンハネしていただとか、そういうのを何回もお議会で明らかにして、毎回同心にドーンと記事に乗りました。乗りましたけれども、北海道新聞何をやるかというと、同じ日のですね、違うページにもっと大きいカラーの写真でドーンとアイヌ協会花壇清掃で街づくり方針みたいな記事をバーンと出すんですよ。なのでおかしいことやっても逆に素晴らしいことやってる団体だなみたいな記事を毎回出すので、結局はあんまりひどい団体じゃないんじゃないのかなみたいなことをずっとやられてました。なのでボクシング協会みたいに不正をやってるからうわー叩けみたいな論調には多分マスコミにはならず、マスコミとも通過なので、まあ、悪いことしてるけどどうにかごまかして、まあ、結局はアイヌの人たちの利権を守ろうというふうに、まあ、マスコミは動くと思うので、まずはボクシング協会みたいにはならないということは断言をします。それでですね、お金の流れですけれども、お金の流れもですね、実はアイヌではなくてもアイヌのお金をもらえる仕組みがたくさんあります。それはアイヌの文化を守るということで、財団法人ってアイヌ文化財団、もっと長い名前なんですけど、アイヌ文化財団っていう財団があります。そのアイヌ文化財団っていうのは、その国と道でそれぞれお金をだいたい4億円の8億円、今もっと大きくなってますが、使ってやってるんですけれども、そこで使ってるお金の使い方がめちゃくちゃなんです。例えばですね、まあ、その調べた事案の中で、ある方が、あ、ジュネーブだ、ジュネーブに行って、でその国連を見て、で国連を学習して帰ってくると。でこの方誰なんだと思って調べると、アイヌと全く関係なくて、アイヌの弁論大会でその喋った方というのが国連に行ってるんですよ。それで何百万円も使って派遣をして帰ってきて、その方にお金が行ってるんですが、不思議なことがあってですね、現地で通訳を雇ってるんですけれども、その通訳を雇ったという領収書が添付されていて、その領収書は日本語で通訳料と書かれていて、で収入印紙が貼ってあったんですよ。ジュネーブの方ですよ。つまり偽造の通訳代ですね。で結局、200万ぐらいのうちですね、通訳代が100万以上だったはずなので、100万はアイヌと全く関係ない人がポケットしてると。でその報告書も読みましたが、小学生の日記以下でしたね。今日の夕食は美味しかったとか、その国連の話が全くないんです。で一番最後のページに、国連に行ったけれども何を話しているかわからなかった、いや通訳いるんだろうと、でも通訳雇ってないのでわからなかったとか書いてあるんですよね。で最後、機内食はあまり美味しくなかったみたいな、それで報告書が終わってて非常にびっくりしたんです。これ200万払ってんのかよと。さらに行くにあたってコンピューターが必要だということでコンピューターも買っていたり、それはそれはめちゃくちゃな事業がどん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 関係ない人に流れていて、しかもこの財団からはですね、コリアンの夕べだとか、ブラック解放同盟全国大会だとか、動画の会議だとかにお金がどんどん出てる。なのでなかなかそのアイヌということを定義する前におかしなとこに流れてるっていうのが問題で、ただこれはそのなかなか止められないっていうことで、ただ実際にこれだけ多くの方たちが、私その先ほどあの旅費をいただいたという話をしましたが、基本的にはですね、まあ旅費は LCC でもいいんですが、そこまで行くお金さえ出してもらえれば、あとはお金をもらってないで講演会をやっております。
大体20人でも10人でもですね、そこに人がいればこういう話を伝えて、その方たちがまあいろいろな方に話してくれればこの問題は解決するという思いですね。ほとんど金をもらってやっていないんですけども、それぐらい危機感を持ってやっているというのは、一人でも多くの方がこの問題をおかしいと思うっていうことが、問題を動かす、それしかまあその解決の方法がないなと思ってやっておりますので、先ほどの先生の話で言えば、一人でも多くの同志を作ると、で、民意で、国会議員だとか国を動かしていくしかないと思っておりますので、それが答えになるのかなと。あと外国勢力の話で、あの土地を買ってる話ですけれども、これも私もずっと言い出しっぺということで、最初はその中国に北海道の土地が買われてるって嘘つけ、狼少年だとか相当言われたんですが、今は大体認知をされてきたと。ただずっとこの問題に携わってきて思うのは、まず憲法がダメなんです。それはその個人の権利があまりにも強すぎるので、なのでそのなかなか規制ができないと。で、例えばフランスで言うと所有権よりも公的な権利の方が上なので、例えば日本で言うと成田空港に滑走路を作ろうと思っても、誰か土地を持ってたらなかなかそこは滑走路にできないんだけれども、フランスはお前何言ってんだと、みんな迷惑してるお前にと、お前の土地を取り上げてそこを滑走路にするからっていうことに関して裁判を起こしても国が勝つんです。そういう憲法なので国が勝つ。でも日本はその裁判をすると負けるのでできないと。まず憲法を変えないとどうしようもならないと。もう一つは国際条約、これももう一度見直さなければならない。この2つなんです。国際条約とはどういう言葉というと、よく私に言ってくるのが、中国人は日本の土地どうして買えるんだと、日本人は中国で土地買えないのに不平等じゃないのかっていうふうによく言われます。でも国際条約的に言うとこれは不平等ではないんです。それどうしてかというと、中国では中国人も日本人も買えませんよね。中国では日本人も中国人も平等に扱ってますよと。で、日本では日本人自由に買えますよね。だから中国も中国人も自由に買えないと平等じゃないですよねっていうのが国際条約の考え方なんです。で、他の国はどうしてるかというと、国土に関してはそういう内外人無差別のルールから適用除外をしてます。同じに扱っちゃおかしいよねと、国土は。ただ日本は、日本政府にこれも文句言いたいのは、のんきだったので土地を全部ひっくるめて内外人無差別のルールに当てはめてます。なので今こういう問題になってると。なので本当にこの根本的な問題を変えたいと思ったら、憲法と国際条約を見直す、これしかないです。で、実際にその先生の言ったような危険な地域だとか、例えば自衛隊の周りだとか限定したところはできます。それは自衛隊の周りは日本人も外国人も買えないで国が管理するといえば、中国人買えなくて当然だよね、日本人も買えないから平等だよねっていうことでできるんです。ただそれを沖縄とか北海道全部に広げるっていうのはなかなか論理的に難しいっていうところがあるので、この問題は本当に静きになって国会議員が憲法と国際条約を見直す、これしかないというふうに断言をします。はい、ありがとうございました。裁判で時間が、すいません、申し訳ない、この終わってから質問してください。実は今北朝鮮と中国という2つの共産国が近くにあります。北朝鮮はもう脱北をさせないようにがんじがらめにしてるわけです。中国は観光客をどんどん出してデロデロって言ってる。一帯一路でも労働者を世界中に置いています。で、基本的に中国は一帯一路ではいろいろトラブルで、ほとんどそのインフラ整備は中国人がやるわけですから、それが非常に結末でいてる。で、今トランプさんと中国の方で、ね、米中貿易戦争やってますよね。で、中国に非常に大きなその負担がかかる。で、実際に失業者が出てきた時にどうなるかというと、今日本では観光客が中国にたくさん来ます。日本に来ると素晴らしいなと思ってた人がよくてってみんな喜んで帰ります。これが
実際に中国の経済が破綻すると、やあの中国日本に行こうというふうになるんですよね。これはもう2つ、そういう観光のおもてなしで一生懸命いいんですよ。だけど帰った後、非常に思い出のある日本に行こうという話になるんですね。で今実は荒木和弘さんという人が北朝鮮で日本海に船が難破して、でそのまま日本にしばらくいて帰してるんですね。でこの日本のいいところを、北朝鮮のあの地獄のような生活をと日本に比べて、今度だ北朝鮮がおかしくなったら日本に逃げようっていう、そういう思いを持って帰ってるんですよ。だから我々はこのグローバル化の世界の中で人が動くということは、日本ほど私小学校の時にですね、三鷹国分に住んでたんですけど、その中学校の先生がこの日本ほど素晴らしい気候の素晴らしい清潔ないいとこないんだよっつって、まあ、教えるわけですけど、日本ほど素晴らしい国であればあれほど世界の人はそこに来たね。これはねもうどうしようも避けようもない人の流れですよ。でそれが中国がひょっとするとそうなってしまうし、ぜひ積極的にアクセルをかけてもう過剰労働はもう外に出そうと、その方が俺は楽だと、変な例えば中国の変な人間もみんなもう追い出してしまえという可能性すらあるんですね。だからこの問題はいわゆる土地のその私有権の問題とかいろんな問題ありますが、いろんなその観点でものを見ないと、私は非常に危うい日本の今状況になっていると思うんですね。安全保障、私は自衛官ですから安全保障の問題を言いたいんですけども、安全保障の時代から今やもう何ていうか、グローバル化によってどう世の中が変わるのかということが非常に重要だというふうに思います。まあ小野寺さんから今吉田先生も2人政治家の卵、政治家ですのですいません実際に具体的に政策にどう結びつけたらいいか、どこが問題かという、そういう視点で、語られます。そういう方がもっともっと出てほしいんですが、今の政治家はどちらかというと事なかれで問題点はあっても見て見ぬを振りつつ、そういう政治家が多いですよね。でそれをさせてるのは我々なんですよね。今やですね、マスコミに政治家にとかってね、教育界にって期待してもね、もう無理です。我々が変えないと彼らはもう変わりません。だから多く我々のその総合の我々がですね、民意で政治家はこんな政治家はダメですよって言ってつつくような状況にならなければ政治家は顔を向けません。我々は重要な一票持ってるんですが、選挙区に行けというだけじゃなくて日後の活動の中でやるべきなんでね。本当に私小野寺さんは感心するのは中川秀一さんの奮闘を受けてですね、同期会を辞めてまさに体が張って所得じゃない政治家として、私これこそ政治家だと思うんですね。政治家として活動されて、まあ20名でも10名でも僕はここに行けよって今話ありましたけど、こういう人たちを育てなきゃいかんと私は思います。でぜひこういう人が本当にちゃんと政治家として立候補して当選できるような雰囲気をですね、ぜひ皆さんで作っていただきたい。政治家になりたくて政治家になったわけじゃないんですよ、本当に都議会議員で。政治家よく考えてくださいよ。自分の顔がですよ、全部の街にバーって貼られてですよ、小学校の近いところのポスターは目に画鋲を刺されですよ、鼻毛を描かれですよ、こんな商売嫌だと。で街を自分の名前を書いてその巻いて練り歩いて、手品もしないのに白い手袋を履いて歩くんですよ。これすっごい恥ずかしいことで、私は政治家になりたくなかったんですけど、ただそういう思いで政治家になったら本当に問題がいっぱいあって、まあ自分は失うものがないので、まあ徹底的にやろうと思ってずっとおかしいことを追求してきました。で今政治家を辞めてこの活動をしてますけれども、将来はどうなるか分かりません。政治家に正直なりたくないですけれども、この問題をまあ言いっぱなしで終わるのか、今本を書いてくれっていうふうにも言われてるので、もしかすると本を愛の関係を出すかもしれません。
まあ、わかりませんけれども、僕の一番の目標はこの問題を解決することなので、解決するためにはどういう手法を取るかわかりませんが、まあ、精一杯頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。それでは、回答をこれで締めたいと思います。本当に今日は暑い中、お越しいただきましてありがとうございました。